と時間が限られてますから早速聖書に入りますが、今日は水の上を歩いた話ですね。で、今日の御言葉を読んでいる方はそれに連載していますからある程度知ってらっしゃると思いますけど、今日は2つ3つですね、28節と29節を中心にお話をします。もちろんその前後も話しますけれども、28と29だけもう一度読みますと、するとペトロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペトロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。今日はこの箇所を中心にお話していきたいと思いますが、ほとんどの方はよく知ってらっしゃると思いますけど、一応簡単に説明しておきますと、5000人の給食があったんですね。男だけでね、だ女子供を入れたらどう少なく見積もっても2万人はいたと思います。当時ユダヤというのは多産だったので、2万人以上いたでしょう。その人たちを5つのパンと2キロの酒で満腹にさせて、みんな本当に喜んでいた時にイエス様は お腹いっぱいになったらもうじゃあ帰りなさいって言って解散させて、で弟子たちも向こう岸に行っておきなさいって先に行かせて、イエス様はお一人で山に登って祈られたんですね。とってもここ大事ですね。あれほど大きな奇跡をした後に人々はわーってイエス様と思っている時に、イエス様は一人で退かれて山に登られたんですね。で、私たちも神様の大きな働きを見たりこれからしばしばして始めると思いますけども、一人で退いて神と交わる時間というのはとっても大切です。で、これを失う時私たちは神の御心とか導きを正確に捉えられなくなります。教会で共にいることはとっても大事です。でもそれとともに特に大きく祝福された時、特に大きく恵みを受けた時こそ、その直後に退いて一人で祈るってことが大事なんですね。だから今度冬の白馬がありますけど、例えば冬の白馬ですごい祝福を受けて、例えばですね、何しようかね、英道祭で優勝したとか、白馬の夏だったら賛美大会で優勝した、例えばですよ、そしたらわーって思うけど、その時にさっと退いて一人で祈る時間を持つ、これとっても大事なんですね。で、今度は結婚したらハネムーンに行くようにって私は強く勧めてるんですけども、ハネムーンの場合は2人ですけども、2人でみんなにお祝いされた後、2人だけでその楽しい思い出っていうよりも神の前に出るための旅に出るっていうことがとっても必要だと思うんですね。派遣っていうのは全く別ですからね。派遣の時にハネムーンで行かれたら困るんですよね。派遣は派遣ですのでね。で、でも本当に2人で神の前に出るって時が必要だと思うんです。それでそれはもう個人においてはイエス様は一人で神の前に出られたから、それをね、覚えてほしい。今日の中心ではないですけども。そして、夕方まで祈っておられたんですね。ちょっと祈ったんだけど、夕方まで。ハンナは長く祈っていたそうですけども、夕方まで祈ってたわけですね。夕方まで祈っていて、そして、やっておられたんです。弟子たちは向こう岸へ行けって言われて、船出したのはいいものの、12時4節を見ると、船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので、波に悩まされてやったって書いてありますね。だから向かい風が吹いてきて前に進まなくなったと。で、日中もさちもいかなくなっている時に夜中の3時ごろ、草木も眠る牛蜜時って知ってますか？若い人わからないかな。草木も眠る牛蜜時っていうまさに真っ暗です。一番暗い時ですね。で、当時はまだ明かりっていうのは電気はなかったと思いますから本当に暗かったと思う。その時にイエス様がこの山から降りてこられて湖の上を歩いて彼らのところに行かれたって書いてあるんですね。で、イエス様だったら当たり前と思うかもしれませんけれども、すごいなと思うのは弟子たちが困っているのを見て、助けに来られたのか、それとも、イエス様は向こう岸に行けなさいって言ったから必ず行けるんですけれども、やってこられたのか、とにかくもう祈りが終わって神との交わりが終わったから弟子たちのところに来てくださったわけですね。で、湖の上を歩いてこられたわけですね。ところが弟子たちは何かというと、イエス様を見て幽霊だと思ったわけですね。でもこれはもう何回も言ってますけれども、当時ガリラ地域では、ガリラ湖の上に幽霊が出る、湖畔の上に幽霊が出るっていうのが当時の考えあったんですね。日本はお墓でしょ。お墓の中に足がない幽霊が出て恨めしやってね、表はパンやってつまらないですけどね、恨めしやそんなに笑ってくれると嬉しいな。ありがとうございました嬉しいですね。そんな笑ってくれるとなんか言いがいがありましたねいつもね、古い人なのよね、どっちも ね若い人よく笑うんですけど、還暦を過ぎた人はどっちも笑うんですけど、恨めしやって出る、これは日本のね、幽霊です。お化けというか幽霊ですよね。お墓に出るってね、三角巾かなんかやってね。ところが
外来では、外来地方ではその湖の上に幽霊が出るというふうに考えられていた。だから真夜中の真っ暗な3時に本当に船がこう波が風が来て前に向かないと日中もさっちも困っている時にふーっと人影が見えたわけですよ、湖の上にね。だからまさかイエス様が湖に降りてくると思ってないから、ほら思わずも最初幽霊だと思ったというのは、これはまあ失礼だといえば失礼ですけども、まあ、ある意味であのまあ怖かったんでしょうね。だから思ったで怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。誰でしょうね、ペテロ、ヨハネ、あ、意外とトマスも ね、 ね、どんな声だったでしょう ね、 ね、あの幽霊だと思ってね、あれ幽霊だって言ったのかね、キャーって言ったのか、はーって言ったのかね、どんな声を上げたのかねって、天国帰ったらね見てみたい一つのシーンですよね、これね。そしたらすごいなと思うのは、イエス様はすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私では恐れることはないって言われたって言うんですね。なんかすごくあの当たり前といえば当たり前ですけど、これしっかりしなさいっていうのは、安心しなさいという言葉ですから、いや私だよって言われたんですよね。でなんかすごくほっとしますよね。なんかね、イエス様がねとんでもないって怒ってね、じゃあよしこの際とか言ってね、こううーとか言ってやったらねあれですけど、イエス様はしっかりさせ私だってすぐ教えてくださったんですよね。で、ね、まあ、今日はまあここまではさらっといきますね。この後ポイントだから今日は。でそしたら今日の中心28節1つ目のポイント、イエス様だと分かった瞬間、ペテロはこういうんですね、答えていった。あ、しっかりさせ私は恐れることない、あ、イエス様かと分かった時、主よ、もしあなたでしたら私に水を歩いてここまで来いとお命になってくださいと。でこのもしあなたでしたらっていうのは疑ってるんじゃなくて、あ、イエス様でしたかって、あ、よかった、イエス様ですか、そしたらあなたが水を歩いてるように私にも水を歩いてここまで来いって命じてください、前提があるんです。イエス様が命じられれば私だって水を歩けるってことなんですよね。ペテロらしいですよね。水を歩けますかね。なの歩けないですよね。ところがペテロはイエス様が歩いてるのを見て、私もしたい、あなたが言ってくだされば私も歩けるから命じてくださいって言ったんですね。ペテロはイエス様、さっきのさっきまで幽霊と思って怖かったけど、イエス様で分かった瞬間、今度は逆に私にも言って命じてくださいって言ったんですね。一つ目はね、ペテロは求めたんです、神の言葉を。不可能に向かって絶対ありえないことなのに求めたんです。イエス様、あなたが水を歩いてるんだから私にも命じてくださいって。イエス様は病院を癒されました。私にも病人を治すと命じてくださいって。イエス様は悪霊を追い出されました。私にも悪霊を追い出せって命じてくださいって。イエス様は死ぬを蘇らせました。私にも死ぬを蘇らせと命じてくださいって。イエス様は5000人に給食されました。私にも上書いてこの人々を満腹させるだけの働きをさせてくださいって。ヨハネの福音書でイエス様は、私が行ったよりそれに勝る技をあなた方はするっておっしゃったんです。だからイエス様がしてくださったことを、なさったことを私にも言ってくださいって。あなたができない私もできるってね、もちろんそうなんだけど、御言葉書いてある。でも具体的に命じてください、言葉をくださいってペトラは求めた。そしてその後ペトラは水を歩いたんです。実際よく説教されるのは溺れたことですけども、溺れた後もっぺん歩いてる。他の弟子たちは求めなかった、溺れはしなかった、求めてないから溺れもしてない。だけど水の上も歩いてない。見ました、驚いたでしょう。神がおっしゃれば何でもできるということを学んだでしょう。でも自分で体験してない。あのね、ペトロになってほしいんです。長田牧師になりとは言いませんが、ペトロになってほしいのです。久保田牧師になりとも言いませんしかしペトロになってほしいんですね。命じてください、もっと答えてみましょう。言葉をください、言葉をくださいって言った人いますね。100人隊長、そうでしょ。命じてください、言葉をくださいって。でペテロだったら、ね、言われる前に行き出しそうですけどね、ここは素晴らしい、ちゃんと言葉を求めてるんですよ。でしかも繰り返しますよ、水を割ることは絶対無理なんです、ありえないんです。でも不可能に、ありえないことに向かって主をおっしゃってくださいって言ったんです。私もあなたの病気を治すことは、ドクターの方が言われたね、ドクターはかあの自然治癒力を助けてあの、ね、適切な処置をしてより
早く治すことはための助けはできますし、ね、できるかもしれません。でも限界がありますよね。でも現代の医学でも治せない病気は今でもあるわけですよね。でもイエス様なら治せるでしょう。イエス様のところに来て治らなかった病は一つもないんです。イエス様がお葬式はされなかったんです。イエス様が意外とかみんな一回行っちゃったんです。イエス様のところに来て悪霊から解放されなかった人は一人もいないんです。私たちはね、もっと大胆に神に求めるべきだ。遠慮なく、いやでも私はね、今日は献金100円、先週は祈ってないし聖書まま読んでないからってね、求めてください。読む力をください、祈る力をください。そしてこんな私でもあなたがいらっしゃるから癒す力をくださいって。癒す力は神にあるから、力をもらうっていうよりも神が働いてくださいってことですね。だからね、神の言葉が来ると怒るんですよね。でペテロは水を歩くように私に命じてくださいって求めたんですよ。今日の一つのポイントは、ね、これを求めてほしいんです。クルメに行かれるんですね。クルメにはクルメと思ってたかもしれませんけど、行くことになりました、ね、しかも一人じゃなくて二人で行くんですね。一人じゃないって素敵なことをねって昔ね歌謡曲にありましたけども、でね、牧会とか宣教っていうのはそんなに簡単じゃありませんが、神から言葉を受けたら大丈夫なんです。多くの人は神から言葉を受ける前に動き出すんですよね。聞き従い悩みっていうのは基本的に待ち望みなんです。語られるまで待てるかが勝負なんです。語られたら即座に従わなきゃいけないけど、多くの人は確信持つ前に動き出すんですね。私も随分失敗しましたけど、言葉を受けるかなんですよ。だからね、神がおっしゃったら裏切らないんです。でこの時ペテロは、もしあなたでしたら、これはもしあなたでしたらってのは、まあ、あなたですよね、イエス様ですね、じゃあお願いします、私に、人間の私に、絶対水に浮かない私に、水の上を歩けない私に、水の上を歩いてここまで来いとお目立ってくださいって、ありえない奇跡を言ってくださいと言ったんですよね。私の朝に来る時ね、神様にですね、ビジョンを持ってたんですね。精神科を中心とする総合病院、ね、総合病院、精神科を中心としてね、ドクターとパスターがね一つになってやる。治療する前に一言お祈りしてから治療してね、聴診器を当てて、で薬を出したら会計のところでね、ハレルヤーとか言ってですね、で肩の響きと賛美歌がパーッと流れてですね、何番の方、お待たせいたしました、主の祝福がありますように、会計は500円です、献金も受け付けておりますなおこの献金はアフリカに用いられまして、今日の献金はアフリカです、アジアにしたい方は明日どうぞとか言ってね、いいですね。いや本気ですよ、本気で思ってたんですよね。 で学校も幼稚園から大学までの本当に来た信仰の学校ね、アメリカの公立学校から祈りがなくなって、とんでも悲しいことが起こってますけど、祈って初めてね、チャペルも宗教や哲学を話すんじゃなくて、生きておられる神の話を、生きた信仰の話をするね、学校を求めたんです。で長崎に来て戦いが長くて、失ったわけじゃないけど、なんかぼやっとしたら、今回の8月の断食の時にね、はっきり言われたんですよね。私が与えた幻を思い起こす、受けたと信じますかって言われたんですよね。でも信じてるんです。楽しみですよね。水が来ることに匹敵しますよ。だってもうリバイバルが始まっても黙食直前だからね、なんか1年で経ってすぐ潰れちゃうんじゃないかと思ってですね、地下教会になってね、隠れてやりませんからね、堂々とやりますから ね。でだから何て言いましょうかね、でもね、なんかね、どういうふうにするのか分かんないけど、神様がやられてもですね、言葉が与えられたらなるんですよね。まず言葉を受けることなんですよ。で、主に求めてください。ペテロは厚かましいと思いませんか。ちょっと前までね、幽霊だって言ってたんですよ。
女性にしたら失礼だからすいません、としやくんか。ね、としやがパッと来たね、幽霊だってね、うわーって言ってね、あ、としやくん、ね、ガストの県庁だいって言ったら、厚かましいと思いませんか。イエス様の勝手に幽霊だって言って怯えてたのに、私はしっかりしなさいって言った瞬間、あ、私の歩けるように言ってくださいって、なんと厚かましい、ずうずうしい、もうなんでこいつって感じですけども、イエス様は即座に来なさいって言われたんですよ。責めも裁きもしていない、おそらくむしろ喜んだと思う。イエス様と分かった瞬間、じゃあ私も行ってください、つまり私だってイエス様がおっしゃれば歩けるっていう、先週話しましたっけね、イエス様と神のイエス様の言葉に対する信仰があったんです。あれなんですよね、謙遜って間違いないでください。日本人は人の関係で謙遜とか言うと謙遜と思ってますけど、できませんってのは謙遜じゃありません。できませんってのは言わなくても分かってる、できないんです。そんなの謙遜じゃなくて当たり前なんです。できると思ってるのは傲慢なんです。神の働きについて言ってますよ。勉強をやったらできるでしょう、足の速い人は速いでしょう、それは神が与えた能力だから、与えられた能力の範囲でできるでしょう。そういうことじゃなくて、神の働きに関してはできっこないんです、肉なる私たちに。しかし主がおっしゃればできるんです。で、神に求めなきゃ、ふさわしくないなんて気にしないで、何も分かってる通り、罪は悔い改めてくださいね。でも悔い改めたら許されるから、多く許された人は多く愛するってね、今日ヨハネが来ますけど、ヨハネはその御言葉で安心していきなさいって言われましたからね。だから求めてほしい、まず一つ目。二つ目は、そう言われたらイエスは来なさいって言葉をくださったんですよ。言葉をくださったんですよ。でこの場合は間髪入れずに来たんです。間髪入れずに来ることもあります。時として待たなきゃいけないこともあります。はっきり言葉が来るまで待つ。場合によってはもうすぐ来ます。場合によったら待ちます。待つのは好きではありません、お互い、ね、しかしね、長い間待つとね、忍耐が形作られてね、見えないところで神が手を伸ばし取られてね、待たされてる時っていうのはその時は面白くないけど、実はね、待ってる間に神が整えるんですよね。そして本当に祭典がなされるんですね。で神の語る時はもうベストなんです、ね、ただそれはね、後になってやるんですね。待ってる時は楽じゃない、確かに、ね、でもそうなんです ね。でこの時は間髪入れずにね、来なさいって言われたんですね。そしたらですね、次ね、二つ目は、ね、神の言葉を受けるってことなんです。で神様言葉を与えられます。皆さんね、今持ってるいろんな問題あるでしょ。で、なんか申し訳ないなと思うことは、もし罪が絡んでたらちゃんと悔やみましょう。でも、もっと神様には甘えてください。もっと神様には大胆に求めてください。もっと神様には大胆にすがってください。十二分の愛を受けて、あふれるほど祝福を受けたら、今度は神様、私も十字架を合わせてって言って、先生も言ったように、神がおっしゃる十字架を言いましょう。いや、これはもう私が自分の買い取りだから自分で責任取りますと、一見かっこいいけど、そんなんじゃなくて、神があなたに渡したい十字架があるから、それを追って、もうそれはしっかり甘えて、すいませんでしたって甘えを受けて、あなたの追うべき十字架を追えばいいのです。自分で十字架決めないこと、神がおっしゃるのはあなたの追わなきゃいけない十字架で、ね、これ来なさいって言われたんですよ。それ考えてください。言葉すぐ来たの。でも水の上を歩いてエス様のところに行って何の益があるんですか。水の上を歩いたからって別にどってことないじゃないですか。すごいなでおしまいでしょ。でもね、エス様はそうやらなかった。来なさいって、これね、ペトロにとって大きかったと思うんですね。絶対ありえないことだって神がおっしゃればできるってことを彼は身をもって体験した。他の弟子たちにとっても目の前でペトロが歩いたってことはリーダーだし、もうちょこちょいだけど、びっくりしたと思うんですね。またペトロが、私、見てくださいって言った瞬間ね、まあ、天国帰って後で聞きたいね。マタイはどう思ったのか、ヨハネはどう思ったのか、アンデラはどう思ったのか聞いてみたいですね。ね、
わっってね、わすごいこと言ったなとかね、なんて言うかなって思ったかね、あるいはね、またバカなこと言ってって思ったかね、みんなそれぞれいろいろいたでしょうね。ペテロが歩くのを見たんですよ。その後失敗して溺れた後助けてもらうのを見たんですよ。一部始終ペテロが求めた結果、それを見ることができたんですよ。日本の教会は東日本大震災の時に日本ファミリーホーム個人を建てるっていうことをチャレンジを受けた時がいくつもあったと私は思うんだけど、応答したのは死の授業でした。立ちました。もう実際始まってます。これ始まりにすぎません。これからもっといろんなところでいろんなことが起こるでしょうから、日本中に立つでしょう。日本の教会に明かししないといけないね。神様できるんだよ、すごいだろうなんて言っちゃいませんよ。すごいだろうなんて瞬間我々が裁かれますからね。全然我々はすごくない、我々はどうしようもないんだけど、神はすごい、神はできるよって他の弟子は思ったと思いませんか。おすげえ、神が言ったら歩けるんだ、じゃあ私だって神様おっしゃれば歩けると、きっと他の弟子も思ったと思いません。そうだったで、イエス様来なさいって言った。言葉を与えられた。あなたが言葉を受けることは単にあなたの祝福じゃない、他の人々にとっても神は今生きているということが分かるんだよね。で3つ目、2つ目はさらっと言いましたけど、3つ目ね、そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。なんで聖書はこんなさらっと書いてるんでしょうね。これ映画とかドラマにするのはここは特別なシーンですよ。よくスローモーションになるシーンアップになるシーンですよね。船から出てって。これはね、忘れられない。光一君がね、今、名古屋にいらっしゃる。今日は名古屋教会に行ったかな。オンラインで見てるかな。それとも、ダウンロードして見てるかな。光一君が行ったんですよね。彼はマグロ漁船のね、あの船に乗って、お父さんと共に乗ってましたけど、言ってました。海に出たら、船の中にいる限り大丈夫なんだって。船から出るってことは死を意味する。船の中にいる限り大丈夫なんだって。でも船から出るってことは死を意味するんだって言ったんですよ。これはね、やっぱりね、あの重い言葉です。彼は漁師だからね。だから船にいる限りは大丈夫だけど、船から出るってことは死を意味する。しかもこれはこう嵐、まあ、ちょっと風が吹いてて、あもうこうね、こう船が行かなかった時にこうイエス様が来て、はい、さあとかって言ってくださいって時に彼は船から出たんです。人間的に言ったらそこは命の保証がないんです。イエス様は死にてなかったら死ぬ場所なんです。まして波が浮いてんだから、わかりますよね。あの自然でも危ないけど、まして波がね、風を吹いて風を見て溺れたってことは、あその後にこう波が立ったってことでしょ。そこに足を踏み出すんだから死を意味しますよね。でも彼は踏み出した。どうして。イエスの言葉があったから、ね、主の言葉に応答するからなんです。言葉をもらっていても応答しなければ何も起こりはしないんです。来なさい。はいこれ、ね、こうやってね、やってる人いませんか、 こんなダンスをこうやって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 、ね、あっとか言ってね、アンドレ先行ってとかね、オーケストラを始めるようには示された。そしたら秋元牧師が牧師会に来て言ったん、オーケストラをするといいって、みんなじゃあしなさいって言ったん、はっきり言ったん。で示されたから、これはもう確認だと思ってオーケストラするって決めたん。そしたら突然バイオリンが4台ぐらい与えたのかな、与えたん。で1台はまあ恵みがやるって言ったからよかったんですけど、あと3台残ってたん。誰かしませんかって言ったら、誰もしませんよって感じだった。それをしている限り何も起こりませんでした。でも神様にね、賛美とかで示されたの、はっきり私が与えたものになぜ応答しないかって、明確に言われた。私が、私ははっきり今度はちょっと意識を変えたんです。誰もいなかったら私がサタフト氏になろう、細くないからねでね、いや本気だったんですよ、あれは。そう言ったらみんながやるだろうか、そんなこと思ってませんよ。もう誰もいなかった私がやるって本気で思った。バイオリン持って
もうどんなひどい音でもいい、奏でてやろうって。でも聞きづらくなったらやめてくださいって誰かやってくるかもしれないと思って。なぜかって、神が言われたら、神が与えてくれたら応答しないとダメなんだ。応答しない限り何も起こりはしない。神が言葉をくださったのに、その言葉に応答しなければ何も起こりはしないんです。まあ無条件の言葉ですよ。私はこうするってね、もう無条件で言われたらそうなります。それは無条件だから、来なさいっていう以上は行かないといけないでしょ。シラムに行って洗えって言ったらシラムに行かないといけないでしょ。これは私たちにアクションを求めてる。これはね、冷たくないんですよ。神様、私たちも踏み出してごらんって言って、人間はね、神に設けられてるからね、ただ受けるだけじゃね、子供なんです。自分で何かをすることによってできたとき嬉しいんです。そういうふうに人はできているんです。神に設けられたから、受けるより与える方が本来幸せなんです。愛されることは嬉しいけど、愛することはもっと嬉しくできているんです。人間は神に作られているから、私たちが何か神様から言われてそれに応答して何かをしたときに技が起こるとき、喜びを感じるようにできているんです。なんですね、主は言われたんだ、来なさいって。ペテロはこれ大げさなくて命がけですよね。まさかこの時ペテロは命がけで招かなくて、イエス様来てください、はっはっとか言ってこう言っちゃったと思うんだけどペテロはそういう感じで、でもこれは間違いなく命がけだったんだ。波が立ってる時に船から出て足を踏み出したんだ。神の言葉があったから、その時水で歩いたんです。奇跡が起こったんです。でよく言われるのは、この後ね、波を見て、風を見てって、風見えないから波だったと思うね。風が吹いてね、風の音と波が立って、それでがまあ風だと思うんですね。で怖くなったんです。怖いでしょう、外来語よく知ってるから。怖くなった瞬間沈みかけただからね、ボロボロって言ったんですよね。でいいのはね、ペテロはね、沈みかけた瞬間、正直ですね、これね、ペテロだけ追いかけて面白いと思うんで、ペテロの動画誰か作りませんか。幽霊だーって、イエス様、あ、言ってください、はー、もっと助けてってこう面白いでしょうね、ペテロの動画作ったら ね何かというとね、溺れかけた瞬間、助けたーって叫ぶんですよ。素直ですね。神様に対してはこの素直さを失わないように、人に対しては知恵がいりますし、やはりただ素直だけではなくて賢くならないといけませんが、神に対しては素直さを失わないように、ね、これね、助けてって。そしたらすぐにイエス様が来て手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の人はなぜ疑うのか、で疑ったからですね、疑ったから。まあでもね、これかわいそうだよね、疑うのかって。そりゃ疑いますよね、普通信じてる方が特別ですよね、聖霊の助けがあって。でも面白いのは、助けてくれて間違いなくもう一遍水を歩いたと思います。半分水の中に入れたままこうやって連れてったと思わないでしょやっぱりこう引き上げて一緒に水を歩いて船に戻ったと思いませんか。一回目は信仰を持って歩いていって、その歩いた分だけ溺れて助けていった瞬間、イエス様助けてくれて、今度イエス様に手をつながれて、イエス様の憐れみでもう一遍歩いたん。ペテロは二度まで水の上を歩いたん。そして船に戻ってみたら、その瞬間風がピタッてあんだん。ということはもう向こう岸に行けるってことなん。みんな驚いたでしょうね。風が吹かなくてすんなり向こう岸に行っていたら何もおらなかった。でも風が吹いて大変だった結果、イエス様を幽霊と間違い、そしてイエス様と分かったらペテロが言って、水を歩いて溺れてまた歩いて奇跡が起こった。なんか人生にはね、いいことばかりじゃないんです。主が言ったからやったのになんでって。主が言ったから島原に行ったのです、岡田久江牧師は。当時は久江牧師、私は喜んでいろいろやったんです。厳しい上位牧師のもとでも忍耐を持って、上位牧師は愛の人ですからね、愛を持って叱る人ですから ね。ところがですね、上位牧師はいる間よかったけど、いなくなったらですね、一人になったらですね、由美子牧師もいたんですけども、いなくなって一人になったらですね、一生懸命やってたんですよね。路上に公園で一人で行って賛美したりして、子供が救われたりしてよかったんですが、あまり長かったので病気になっちゃったんですね。夜眠れなくなって、
で統合失調症になったんですよ。すごかったですよ、今だから言いますけど。いや本当すごかった。ちょっと手に負えないからお兄さん呼んで、お兄さんも手に負えないから入院したんですよね。でもそれがあったから絶対治らない統合失調症が治るって分かったんで、今度面白かった。今回ね、運転免許証のことがあって診断書もらったらね、統合失調症って書いてあるのにね、担当医がね線引いて書き直してね違う病気を書いてるってことはね、もう統合失調症とは思えないってことなんですよ。日本の医者はそういうふうにするからね、なんとか説明つけようとするからちょっと残念だね。でもね、主治医が統合失調症はっきり言ってたのに、もうそうじゃなかったって言わざるを得ないぐらい完全に治っちゃった。ああすごいですよね。で初歩になっちゃった。もしそのまま祝福されたら初歩ではなかった、永久に被災さんなんです。いやですね、もう時間が来たから終わらないといけませんけど、水の上を歩くってことは絶対できないことですが、主はできました、おっしゃったらやりました。で皆さんどうぞ、自分のことでも家族のことでも友人のことでもいい、健康のことでも経済のことでも人間関係でも、神にとって不可能はないんです。求めてください。あなたに具体的に言葉がきます。それじゃ次、その言葉を握って、あの無条件のやつはね、もうハレルヤってね、よかったって喜べばいいですけどね、例えばこの前来なさいって言うじゃ行かないといけないでしょ。そういう何かそういう場合、ね、例えばよく言われるのはアブラハムのところでね、あなたの父の生まれ故郷を出て私の示しに行きなさいって場合は生まれ故郷を出て示しに行かないといけないでしょ、ね、そういうふうに何かそういうこと、逆にとどまれって場合はとどまらないといけないですね。つまりその言葉が与えたその言葉に従って応答するときに、与えなさいって与えないといけないし、逆にね、あの探しなさいって探さないといけないし、まあ、いろいろあるわけですよ。でその与えた言葉に従って応答していくときに神の奇跡が始まるんです。失敗したら大丈夫、ペテロはすぐ溺れた、すぐ主が助けてくださった。失敗を恐れて何もしない人よりは、失敗して神に助けられる人になりましょう。今に至るまでペテロは歩いたのに不信仰になった話ばっかりされる。いいじゃないですか、させといたら。イエス様天国でね、そんなこと言ってないと思うよ。私はね、水を歩いたってそっちの方がすごいと思う。歴史上に水を歩いた人いるのかな、もしかしているかもしれないけど、天国に帰って聞いてみたい。私もね、一回ぐらい歩きたい。主に言われたら歩けるでしょうね。言われない限り歩けませんけど、いやね、これね、神に言葉を求めて踏み出してください。言葉が来たらそのとおり奇跡を、でこれからリバイバルでしょう、始まりますよ。お互いそういう子をね見ていきたいというふうに思います。私たちは長崎で、俊哉牧師と彩さんは久留米で、ね、まあといっても今はインターネットの時代だから全世界でですけどね、お互い見ていきたいなというふうに思います。例外を作らないでください。例外はありません。なぜなら天においても地においても一切の権威をイエス様は持ってますから、イエス様にとって例外なんてこの地上にありません。イエス様にできないことなんてこの地上にはありません。